さあやってまいりましたアメリカで車の事故に遭いましたというこれ誰しもが想像はしたくないんだけれども一定の確率でお世話になる保険会社との交渉話ねやっていきましょう。 今日はですね、生々しい事故体験、しかも直近の出来事でお便りいただいてますので、皆さんと一緒にね、それを教訓に変えていこうじゃないか。まあ、こういう回になります、えー。今日のお話、まず結論からいきましょうかね。はい、えー、っとですね、事故に遭遇をしたら、まず、まあ、これ当たり前ですけど、救急ですよね。まあ、怪我してる場合は、それ対応をしてですね、そしてその上で当局である警察に連絡をすると。 でさらに、このね、損害賠償をする。えまあ、保険会社に連絡をして、まあ、その損害のね、対応を進めていくということになりますけれど、ここでね、一つ教訓が、えもう、まず先にもう語ってしまいますけれども、ありますえ。修理の質を優先するならば、自分の保険会社との交渉を選ぼうじゃないかと。まあ、こういうことをですね、特に、まあ、自分側が被害者になった、当てられてしまっただとかという場合に、相手方の保険会社と直接交渉をするという選択肢が、どうやらある のかな、うん、まあこれ日本だとね保険会社同士で話がつくよというのがほとんどには思えるんだけれども海外ではですね国によって、まあ、パターンが あるっぽいんですよ。で、いざという時に皆さんはね、とっさの判断ができますでしょうかという、まあ僕はそのとっさの判断の自信がありませんのでえ、ぜひですね、今日はこちらの流れで実際に事故に遭遇した際のシミュレーション、これをね、皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。ぜひもっとこうした方がいいよとか、事故対応に慣れている方、 まあ、あまりいないのかもしれませんけど、アドバイスもいただけると嬉しいなということで、今日はこちらの流れ。財米です。事故に遭いましたよ。という、これご本人からのね、お便りいただきました。そして、海外で自動車保険にお世話になった方がですね、多数実はね、いらっしゃるようでして、その時のね、エピソード、大切なポイントがいくつかあります。えー、今日お伝えするのは、この事故車扱いになると、買い取り価格の価値が下がったりだとか、ドライブレコーダー、 これはもう今の時代必須ですね、えー。というエピソードであったり、あとは保険代すら節約したい。まあこの考え方もわかりますね。うーんえー、そして加害者が無保険。まあ、こういう悲劇もあり得ますよ、えー。相手の保険会社がこの保証を出し渋るというケースにどう立ち向かえばいいのか。そして 海外旅行保険っていうのはね、いざというこの自動車事故で使えるのか、これ非常にね、会議的に僕は見ています、えー。これリスクの一つになりますので、見ていきましょう。えー、そしてたす、えー、体がね、助かっただけ感謝だよねという、まあ、お話も含めてですね、今日は話題盛りだくさんというお話でいきます。えー、本日の,のですね、動画を見てくださるメリットなんですけど、えー、世界中で起きている車にまつ,、えー、まつわるアクシデント、そえー、この、えー、ことの天末 ががどうだったのかを一挙に知ることができます耳だけで聞いてもらったとしても経験値がアップする内容になっていますので是非最後までお付き合いくださいそれでは1番目の話からいきましょう「在米です事故に遭いました」といういやー大変だった方がですねパピーアイズさんなんなです先日車で遠出をした際に事故に遭いました 車社会のアメリカでは事故の可能性は高いです。私も過去に何度か後ろから衝突されたり、石で傷つけられたりしたことがあります。車の事故後の手続き、特に保険会社とのですね、利用方法について疑問があるので、ご経験がある方いらっしゃったらね、ぜひアドバイスくださいなというお便りになります。今回の事故はフリーウェイの出口を出たところで起きました。2車線の出口ということで、その両方ともが 左折ができるるレーンになるのかなうん私は直線と左折ができる、まあ、右側の車線にいましたと相手は左折専用の左側車線にいましたと信号が緑になり私が、まあ、左折をね、まあ、両方とも左折をしていくという、まあ、こういう動きですよね。 期待しているところは、あのー、まあ、信号が緑になり、私が左折しようとしたときに突然ですね、左折しかできないはずの車線にいる、隣の車が突然右にハンドルを切りまして、私の車の左後方にぶつかりましたと、だかこういうことですね、本当はこういくはずが、こうぶつかってしまったと。まあ ねえー、いうアクシデントになりますフリーウェイの出口ですよ事故の写真をその場で撮ればよかったんですが交差点の真ん中でフリーウェイの出口ということもありまして後方から車が来て危険だったのでその場の写真は撮りませんでした幸い車は運転ができたので左折をして少し先に車を止めました相手の車も私についてきて後ろに止まりました まず一緒に乗っていた子供たちと愛犬の無事を確認。その後、車を降りて相手の話をしました。自分の車と相手の車の写真、ナンバープレートですね。あとはぶつかった箇所を撮りまして、事故が起きた場所の道の名前がわかる、そんな写真も撮りました。そして、事故の記録を警察にして撮ってもらいたかったので、911に電話をかけるんですね。しかし、怪我人がいない場合、警察は来て、 えーまあ、来ないので加害者と連絡先を交換するように言われましたそこでお互いの運転免許証車の保険証電話番号を交換しました車が運転できる状態でもあったので人との約束もありその場はこれで、えー、済ませました ここでの手順までは、まあ、見た感じは正しくできたかと思いますしだ今回の事故で言うとパピアーズさんというのはもうほとんど被害者側という立場ですよね車線守ってたわけですからえ次に車の保険会社に連絡をする しししていいいくくわけななんんですすがががこれがね正しい手順なのかが分からずにおおおりますぜひ皆ささ知恵をお貸しください私は事故に関する交渉事を自分でし,かしたことがありませんで、まず自分の保険会社 A 社に連絡をしました。聞かれたことは、怪我人はいたのか、チャイルドシート使っていたのか、警察は呼んだのか、事故の日時、場所、経緯、相手の情報などです。そして A 社を使う場合は、 1000ドルのじ、えー、自己負担額を支払ってから修理を開始するとのこと相手に費があると認められた場合はそのお金が返金されるんだと言われました私は相手の費があると認められたことを確認してから修理を開始したいと思ったので A 社に相手の保険会社 え、B 社に連絡をしてもらって、プロ同士でね、保険会社同士で話してみてくださいなと期待をしたいところなんですけれども、それでね、相手の保険、保険で修理をしてもらいたいという旨を伝えたわけなんですが、しかし、この保険会社 A 社からは、私が直接 B 社に連絡をした方が手続きが早く進むよと言われました。事故の翌日、日本に行く予定があったため、手続きは早く済ませたいなと思うわけです。どうすればよいのかわからず、 まず修理工場にいる保険担当の店員さんにも相談をしましたその人には加害者の保険会社 B 社に連絡をして、えー、クレームをファイルするように言われましたあ店員さん保険担当の修理工場の店員さんもですね、まあ、B 社に直接連絡した方がいいんじゃないのと、まあ、そういうアドバイスだったのか。 まあこういうこともありまして B 社に連絡をしたんです A 社に聞かれたことと同じことを B 社にも聞かれ最後にあなたの保険会社 A 社を介して修理をしますかそれとも我が社を介してやりますかと聞かれたわけですここからが私の疑問ですどちらの保険会社を介して修理を進めるべきなのでしょう意見を数名に聞いたところ以下2つの意見が出ましたこれ意見分かれたということですか まず一つ目のやり方え。どちらの保険会社を通して修理しても結果は同じなので自己負担額1000ドルを後で B 社から返金してもらう手間を省くために最初から B 社を使った方がいいんじゃないかというお話ですかね。 そして2つ目のパターンが、相手の保険会社 B 社を使うと、その会社の人が修理項目を決定するので、修理費を節約するため、不利な修理内容になってしまう。そんな可能性があるんではないかと。1000ドルの自己負担額、回収の手間はかかるんだけれども、自分の保険会社 A 社を通じて修理した方がいい。ただし、相手の過失を100%認めさせて、こちらの保険額に影響が出ないことを確認できた上で、こういうまああの A 社を通しての修理をするのが いいんじゃないかというですね、えー、この2つの意見です、えー、1つ目の意見の方は、えー、どちらの保険会社でも結果は同じと言いますが果たしてそうなんでしょうか修理費を節約され綺麗に直らない可能性はないのでしょうか気になります意見2の人が言う方にですね耳を傾けると公平な立場で判断をしてもらいきちんと修理をしてもらうには後で返金の手間はかかるんだけれども自分の保険会社 A 社を使った方がいいのかとうん 相手の過失が認められたので、とりあえず安心をしましたが、どちらの保険会社を使って修理を開始すればよいのか、B 社を使っても公平な判断で修理はしてもらえうるのかえ、車の事故の経験者の方がいらっしゃったらね、ぜひ、まあ、体験談を教えてほしいなということで、パピーアイズさん、いやこの旅はね、大変でした、あのー。先日、実は日本、東京のフ会でお会いしたばかりだったので、もしかしたらそのフ会があれかな。 この事件が起きた直後だったりしたんでしょうか。まあ、ご本人、非常にあの元気な方で、あの、話しててすごい楽しかったんですけれどもね、僕としても、いやー、こんな中ね、大変な中でお会いしてくださったのかなと、今、思い返しているわけです。えー、さて 僕の方でも一旦整理をさせてもらいますね。まあ、この相手の保険会社 B 社を使う場合と、まあ、A 社を使う場合とで利点と欠点がそれぞれ異なっていました。まずは相手方の保険会社 B 社を使う場合にはですね、メリットがこの2つになるのかな。自己負担額を支払わずに済むよと。手続きが迅速に進む場合があるんだと。まあ、こういうことなんですね。まあ、その保険会社同士のこの交渉ごとが、この なしにね、いけるという点が、まあ、A 社は全く関与しないという点になりますから、一方的に B 社から損害をね、えーまあ、自分あの支払ってもらうと、まあ、いうことの方が迅速に進む可能性があるんだということですね。えそして二つ目の、その自分の保険会社 A 社を使う場合の利点と欠点。えまず利点としては、自分の保険会社は、 あパピーアイズさんの利益を優先して対応して、えーまあ、するため、修理が十分に行われる可能性が高い、この利点がまあ感じられますよね。そして、修理内容やサービスの質が、まあ、これによって、ね、高くなる可能性があります。ただ欠点としては自己負担額を一時的にでも支払う必要がある、まあ、この点になりますでしょうか。まあ、相反すするですね うん、あの、やり方が2つ提供されたわけですけれども、一旦まあ、僕の意見もまとめていくと、まあ、このように対応するのが最善になるのかな、うん、まあ、結局は自分の保険会社を通して、えー、まあ、物事を整理していく方がですね、後々いいんじゃないかなという気はしましたえ。修理の質と顧客サービスの重視のため、自分の保険会社を通して修理を進めましょう。で、返金手続きに関しては、 これ、どういう手続きになるのか、一旦保険会社に確認をして、納得した上での対応を進めていく、まあ、こういうことで、えー、まあいずれにしても納得のいく修理内容を確認していくことがです、ね、まあ、大事なんじゃないかなとも思えるわけです。 はい、ぜひですね、この事案がうまくクローズすることを願いつつ、今日はね、皆さんとご紹介をさせていただいたわけですけれども、まあ、こんな感じのですね、海外で自動車保険のお世話になったよという方が少なくないんだというわけで、アンケートを取らせていただいたんですよね。まさに、あなたはこの保険会社のね、サービスを使ったことありますかということを尋ねたところ、なんとですね、 お世話になった保険使ったよという方が13%いたんですよ。10人に1人以上の割合になります。えー、保険の重要性、改めて感じますね。うんまあ、日本国内でも事故ってしまった保険使ったよという数を入れると、まあ、もっと多くなるんでしょうね。まあ、僕大介も実はね、 学生時代に一回やらかしたんですよ。痛い目を見て、その時ね、僕の自家用車だったんですけど、全損になってしまいましてね。いやー、この多くの教訓を得ました。それからというものはもうとても慎重に行動をしていますから。まあね、一回こういう事故に遭うと、まあ、慎重な行動ができる。まあこれも一つね、人間なのかもしれません。えー、ということで、皆さんからいただいた貴重なお便りですね。 こちらについていくつか紹介していきましょう。事故車扱いになると買い取り価格の価値下がっちゃうよというアンディさんからのお便りです。二度ですね、事件にあったことあります。信号待ちの時、後ろから追突されました。相手方の保険で修理をしてもらいました。でもその車を売るときには事故の記録が車両番号に残ってしまうようで事故車扱いになり値段が落ちてしまいます。 えー、そしてそもそもの修理代が支払われないケースなんかもねのり子さんが経験されたんですね。 15年乗っていた愛車がすぐ前方でいきなり U ターンをしてきた車の横っ腹に突っ込みました。かなり減速していたので私の怪我もなく、相手方の車もドアの凹みだけでしたがく、私の方の車が動かなくなってしまいました。保険会社同士で話し合ってもらった結果、相手側が U ターン禁止の場所で U ターンしてしまったということで100%損害を支払ってくれるとのことです。まあ、ただ、私の愛車が20年もののフォルクスワーゲンのポロだったこと、 車の価値が400ユーロ相当だったのかな時価にすると5万円ぐらいしか支払われなかったんです修理代にもならなかったので泣く泣く廃車にしましたこれがねトラウマになりまして車は中古のリースで、えー、もうね事足りる生活にしました愛車を持たないようにしてますよと、まあ、こういう教訓のか生かし方でねうん、まあえーまあ、修理代が支払えないというケースがあるそうです さて続きまして、プービーさんからのお便りもですね、非常にこれ興味深いですね。アメリカで後ろから追突されたことがあります。相手が100%悪かったので、自分の保険は使ってないんですが、修理のされ方で学んだことと気づきがありました。アメリカの保険修理ので使う車のパーツは、アフターマーケットという流通経路を使うのかな言うなれば、 ジェネリックパーツが使われるようなんです。これを知ったときに、どうしてアメリカの高速道路のあちらこちらにバンパーが落っこちているのか、理由がやっと分かった気がします。ジェネリックパーツというのは、要するに、社外品ということになるのかなまあ、純正品、メーカー純正品ではない。まあ、要するに、純正部品ではないので、えー、衝撃に弱い のでしょうバンパーは車の強度、車両の強度を守るとても大切なパーツですので万が一高速道路で事故に巻き込まれた時のことを考えるととても危険です。私はこの修理で中古で良いので純正部品を使ってほしい。もし中古で見つからなければ差額はもう負担しますから純正部品でとお願いをしました。 幸いにも中古バンパーを見つけてもらえて、えー、純正パーツで仕上げてもらうことができました。ちなみに私は日本の兄の車の販売業を30年以上サポートをしておりますと。まあ、ある意味ですね、プロの目線から見たとしても、まあね、こういう注意点があるんだというお便りをいただきました。それでは続きまして、ドライブレコーダーの必要性、これは今の時代あるねという体験談、BC カンカンさんですね。冬のかな ブリティッシュコロンビア州の峠道で「雪の日です」「私はシャーベット状の緩い下り坂直線を降りていると対向車の大型トラックが別の大型トラックを追い抜こうと急に加速をし,しましてなかなかのスピードで間に入ってきて私とすれ違いざまにテールがスリップしトラックの横腹が目の前に飛び込んできました恐ろしい」 相手は貨物のコン,ナコンテナを運ぶサイズです。一瞬で道路横に跳ね飛ばされ、エアバッグ全開窓ガラス粉砕、車、車体がですね、ナイフで切られたようにパッカリと割れて、タイヤも潰れてその場で廃車になりました。相手はそのまま逃走ですかいや、それにしても、これは大事故ですね。体は大丈夫だったんですかすぐに警察に電話をしましたが、怪我がないか 救急車は必要なのかと聞いてくれただけで、初めから相手方のトラックを捕まえることは諦めているようだったんです。現場検証もなく、雪道で待ち続け、来たのはレッカー車のみ、事故後の処理があまりにも日本と違うので混乱をしましたがあ、保険はちゃんと出ました。保険屋さんはレッカー後の車を見て状況を判断するようで、車の査定額が口座に振り込まれました。 査定に不服があれば再審査、再査定を依頼し待つことも可能でしたがすぐに次の車の頭金が必要だったので私は諦めたんです。保険会社にはとても親切に対応してもらったとは思いますけれど当て逃げは相手の保険が使えませんので まあ自分側の保険でね、この工面していくと、まあ、保険会社の持ち出しになるし、そしてそれは我々の掛け金,金から支払われますから、昨今の保険料の高さにも納得をしているわけです。 まあ、最悪ね次回からの賭け金っていうのは上がっちゃうる状況になるのかな当て逃げが野放しなんていうのは想像もしていませんでしたその峠道にはたくさんの事故車が墓場のように道路横に転がっておりまして春まで放置されるそんな車両も多いようです恐ろしいですね警察がもう少ししっかりと追跡をすれば日常茶飯事に起きている当て逃げが減るし保険料も高騰しないのになんでこれをやってもらえないのか 警察側の、どうですかね、人手不足みたいなところがあるのか、まあそれ以外の怠慢な理由が、ね、あるのか気になりますけれども。結局は自分でドライブレコーダーなどで対策をするしかないのかもしれません。カナダ、ブリティッシュコロンビア州の方のご参考になれば幸いです。保険の中のロードスターというサービスは必ずつけてください。これはだから、レッカーとか、 そういうのを手配してくれるオプションになるんですかね。いざという時必要ですよね。まあ今思い出しても、いや怖いですよ。だって、大型のトラックですかその、貨物をね、運ぶ、コンテナを運ぶサイズというわけですから、これがもうね、さえー、迫ってきて、エアバッグ全開で窓ガラスも割れちゃう。車も車体もね、ぱっかりと割れ タイヤも潰れるいやあ、これはよく生きてね、あのー、帰れたなということですよ。このお便りはね、追記もいただきました。あの時助けてくれた全身タトゥー、顔中ピアスだらけの劣化会社のお兄さん。 見た目は怖そうです。本当に優しかったなと。それと暗い雪道で待ってる間、峠道にもかかわらず、車を止めて声をかけてね、くれる方もいたみたいです。食べ物を分けてもらったり、人の優しさが身に染みました。カナダね、ブリティッシュコロンビア州での出来事。大事故の後、息子と二人、私たち生きてると抱き合ったことを思い出しました。皆に心から感謝ですというですね、壮絶な過去ありますね。ビシカンカンザからのお便り。 いたただきましたえさて、お次はですね保険代すら節約をしたい、まあ、さっきとは相反する考え方なんですけれども、ひろよさんからいただいたお便りです、自家用車は持っていませんが、持病持ちで歩き回れない夫と夏休みに英国から欧州の他国へ旅行に行くんだそうでしてね、その時はいつも到着地の空港か駅で2週間のホリデー期間中はずっとレンタカーを借りておりました、運転にはそこそこ自信があります。 え、そこにかけてですね、借りるときには最低限の保険しかかけずに節約をしていたんです。その自覚から自家用車を運転するときの何倍も注意深く運転をしておりました。幸い今のところ事故にあったことはありません。確率の問題なのかもしれませんね。まあ、幸運だったことなんでしょう。我が家の経済状況ではどうしても保険代は節約するという考え方に、まあ、なってしまいますよと。まあ、これ完全無保険というよりかはいわゆる自 自買責にあたるものなのかななか事故っちゃった時に最悪その相手方に保証が出るタイプの保険は、まあ、大体の国で法律上義務化されているでしょうから、まあ、それのみにしているんだと、まあ、こういう方も、ね、少なくないのかもしれません。 そしてこのね、本来であればみんながかけているべきであろう自賠責なんですけれども、これも含めて加害者側が無保険だったという悲劇が生じましたホームボディさんからのお便りです。LA 在住です。最近アパートのパーキングで当てられました。状況的には私の車はすでに停車しており、隣の車がバックで止めようとして、右後ろをリアクォーターパネルとドアにダメージを受けました。 当てた本人は分かっていたはずなのに私に何も申告なしで知らんかをけしからんですね。車のセキュリティのためにベッドルームの窓から車が見えるようにとカメラを取り付けていたためバッチリと証拠がありました。しかし問題なのはこの車が無保険だったことなんです。相手方あのお話かな その本人のねご老人だったようですけれどもハンディキャッパーでうまく言葉が喋られない方だったアパートの中なのでポリスも関与していないなど本当に修理のプロセスはストレスフルだったんです私はアンインシュワードモータリスト、まあ、いわゆるその無保険者の保険に入っていたのでとりあえず全額はカバーされたわけなんですけどねマックス3500ドルまでなのでそれ以上は自己負担になるんだけども今回私の修理代が 2000ドルだったんですなので全額カバーされたということですよねえ来年度の保険の値上がりもなしなようでほっとしております保険会社ボディショップに交渉したりとアメリカ生活でたくましくなったなと一人で、えー、思っております後日談があります その人は私の車を当てて1ヶ月後ぐらいに心臓発作で亡くなられたようなんですね。まあちょっと後味の悪い事故をご経験されたホームボディさんからのね、LA での出来事をお伝えをいただきました。まあこういうお相手っていうのもね、無保険っていうケースもある一定の確率であるんでしょうね。はい、さらに、 いいですね続けていきましょう相手方の保険会社が出し渋るケースこれあるみたいですよユーザー EP さんからのお便りです昨年息子の車が後ろから衝突され怪我こそありませんでしたが車は2ヶ月間待ちで廃車とおされましたその間のレンタカー代も息子が支払いまして買い換えるための車代も今の中古車の値上がりに追いつかず倍以上は息子が支払うはめになっているようですむち打ち検査の病 病院代も毎月請求が来ます相手の保険が払うようにはなっているのかなここは息子は弁護士にお願いをして交渉中ではあ,ありますがなかなか良い返事が返ってきませんテレビコマーシャルも出るような大手の保険会社のようなんですけれどもあのー、相手方からの支払いが あれかなあの、十分ではないということなんでしょうね。被害者への損害賠償をケチってくるんです。もうすぐで1年になりますよと。 いうことですねそしてこのねホームボディさんはこの他にも体験談をお持ちでねいやこれまた大変だなというお方なんですよ今年の3月運転中に鹿が飛び出してきて私の車の左半分が潰れてしまいましたこの時は私の保険会社から修理代がすぐに降りました私のの自己負担の1000ドルだけ支払って でまあ、これは事なきが得,られことなき得たということでしょうかねえ私の住んでいる州では鹿の事故だとその後の保険料が上がらないようになっているようです、まあ、そういうタイプの保険があるとの、まあ、条件ですよ、えー、別の息子は保険に入っていない人からやっぱりぶつ、ね、車をぶつけられてしまってからの車のドアはへこんだままなんですえちなみに17歳の息子の保険料が1ヶ月で270ドルかかるというわけで年間にすると結構 こうバカになんないですよねこれはだから3000ドルちょっとはかかってしまうというですね保険料と17歳でねその支払い能力をもつけていくのは本当大変なあ車社会だなと思うわけですでこのね保険会社との調整ごとにエネルギー使うねというお便りがまだまだ続きましてここから文字さんからのお便りいきましょう友人が最近事故りました左折専用レーンから左折するのをやめた 車が彼女の過失はゼロなのに自動車保険に電話したり修理屋さんに電話をして車を持って行ったり取りに行ったり修理中のレンタカーの手配などなどさまざまなことをやらなければなりませんでした。 冒頭のあのパピーアイズさんの、うん、ねこの事故の様子に似ていますですけどねえ費用は一切かからないとはいえものすごい時間とエネルギーの消費見ていて気の毒ですねそこをその時間にたまたま走っていたということで運が悪かったまあ、こう片付けざるを得ないのでしょうか左側のドアやパネルが新しくなり私の車は左側だけは新品予と まあね、そのお友達、彼女が言っていたようなんですけれども、いや、これめんどくさいですね。うん、で、そんな時警察は細かく捜査をしてくれない。さっきも BC カンカンさんのお便りでありましたけど、怪我をしてなければ、まあ、警察来てくれないよ。ね、さっきのはカナダのブリティッシュコロンビア州で起きた出来事でしたけれども、えー、さらにですね、プービーさんからの続けてのお便り。 アメリカでの出来事です。インディペンデンスデーの休暇に4時間ほどのドライブ、小旅行に出かけ、海岸沿いで花火大会を楽しみました。帰宅をする時の混雑を避けるために、会場駐車場にて待機をしていたところ、中型の自家用サイズのトラックに当て逃げをされました。私と夫は車の外に降り、ぶつけられた音で、えーえー、と大きな音でそれに気がついたため、えー、接触の瞬間は見ておりません。 その場は渋滞で当該車両は移動こそは済ませていたんだけれども、まだごく付近にいたようでしてね、周りにたくさんいた他の観客の皆さんが教えてくれて、主人がその車のナンバーを写真に撮ったところ、運転手が出てきたんですね、女性の方。すごい剣幕で降りてきました。何写真撮ってるのかと騒がれて、とにかく私知らないんだと怒鳴りまくり立ち去って行ってしまいました。とても悔しい思いをしました。 周りにいた人たちは同情と多少の協力はしてくれるんだけれども目撃証言をね承諾してくれる方はあいらっしゃらなかったようです。とにかく警察を呼び状況の説明や事故の証明をしてもらいその日は遅くホテルに戻りました。翌朝そのポリスステーションにちょっとした件で出向くことになったりと色々と予定していたことを諦めなくてはなりませんでお気の毒ですね。被害箇所は助手席側のフロンントバンパーで 店には支障がなかったことが不幸幸中の幸いでしたこれは日本でも同じだと思いますが人身が絡まない事故を警察が深く捜査してくれることはほとんどありません加害者側の手がかりがあってもです2週間ほど経ちますがポリスからの連絡はやはりありませんえ実はは我が家の車は全え現在 えー、10万マイルを超えておりこの子旅行はレンタカーを利用したんですその後の修理はレンタカー屋さんに任せることになりましたあ後々の修理対応をしなくて済んだことは精神的に本当に助かったんですね、えー、今回の経験を経てドライブレコーダーの搭載を予定しておりますよというお便りでしたねいやーなかなか皆さん あの本当にね多岐にわたる経験談をねよくぞお寄せいただいたということでございますでそんなこんなでね保険がまだかけられているだけましなんだけれどもこのね保険といえばですよ 海外旅行保険、これ使えるんじゃないのこうきました。ユーザー QW さんからのお便りです。自損事故で怪我をして自動車保険ではなく海外旅行保険で治療をしました。あというお便りいただいたんだけども実はですね、自動車事故は面積事故となっているケースが多いんじゃないかという注意喚起を僕の方から出させてもらいたいなと思います。 まあ保険会社ね、商品がいろいろありますから、一概には言えないんだけれども、まあ主要なところをですね、見る限りだと、事故っちゃった時に、まあ相手側にね、この保険料支払われたりだとか、と自分のものが壊れた時の、まあ保証もね、細かく見れば、この保証してくれたりしてくれなかったり、いろいろあることでしょう。この点は本当に要注意です。僕もね、時々使います。HS 保険。 がです、ね、まあ割とリーズナブルなので、まあ、ここの回し物でも何でもないんですけれどもこの「えー、と旅友」というですね保険商品をよく使うんですけどこのですね利用規約を見ると要注意なんだよな賠償責任保険金ということで海外旅行中に誤って他人に怪我をさせたり他人のものを壊すなどして損害を与え 法律上の賠償責任を負った場合に保険金を降りるよという案内になっているんだけれども注意点がですね保険金をお支払いできない主な場合がありますこの中にありますね航空機だとかと船舶車両ですねこれだから一般の普通の車も含まれるんでしょうねもちろんまあ車両だとか重機の所持使用管理に起因する うん賠償責任ですね。うん。だから車両を所有したり、車両、まあ、レンタカーも含めて使用管理に起因する、まあ、その車を使って事故ってしまって、相手のものを壊してしまった、この時の損害賠償は免責事項になっています。要するに、保険金の支払いの対象ではないということが書かれていますから、このね、賠償責任保険金なるものがあんまり頼りにならないのかなと、この車を運転するに。 当たってはですね。まあ、この点補足はね、えー、ここでしてみたいなと思います。じゃあ、この、この保証というのは何に有効なのかで、僕ね、これ保険会社に聞いたことあるんですよ。よくあるのがあれだよね、そのホテルのバスタブの蛇口を閉じるのを忘れて、もう溢れてしまってですね、水が。下の階まで、この水がね、持っちゃったと、雨も、雨漏りじゃないな、水漏れしちゃったみたいな時の、 保証に効くとかね。まあそういう前例があるようです。まあそうそうそれには陥らないよなと思いながら、まあこれについてはですね、海外旅行保険は一般的に自動車事故には使いづらいんじゃないかという点も補足をねさせてもらいました。皆さんまた、あの、まあ僕の至らないですね、解説などあれば、いや実はこういうケースで使えるよということあればですね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいなと思います。なんだかんだ来ましたけどね、あの、体が助かっただけ感謝。 まあ最後にこのお便り、まあ、壮絶なね、この体験談をシェアしていただいてますので、これも行きましょう。枝豆さん、コメントありがとうございます。主人の運転で高速道路を75マイル、120キロですね。時速120キロで走っていた時に、前を走っていた車が突然車線変更するんですって、これなぜなんだというとですね、次の瞬間、道路のど真ん中に置き去りにされていた 手押し一輪車がありまして、ね、それにぶつかってしまいました。車は大破しましたあ。したんだけれども、奇跡的に主人は無傷。私は軽いむち打ちと背中を打撲しましたが、日本の保健システムとは大きく違うので、病院には行かず、仕方なく自力で治しました。なるほどな。だから、自分たちの怪我までは保険では、 賄われなかったとということですしこのまあエリア国におけるですね医療費もそれなりの金額になると、まあ、医療にかかりづらい地域とかいろいろあることでしょう日本のように簡単にはお医者さんにかかれないのです事故処理は日本と同じく警察が来て書類を作成しレッカー車を呼びそれに同乗をして修理工場に運びレンタカーを借りてそれでもってようやく自宅に帰ることができると。 保険屋さんとは電話のみで、日本のような細かいやりとりはありませんでした。承、え、認、ー、が降りるまでは数日かかりました。レンタカーは30日間しか保証がされず、1週間足が出てしまいましたが、修理費用の1万ドルは主人が交渉を粘り、全額、ね、この工面ができました。私の、えー 首、肩は、YouTube を見ながら自分でメンテナンスをしております。ということでね、これ120キロで突っ込んで、いや、ほんとね、ご無事で何よりだというお便りをいただきました。さらにですね、体が助かったんだけで、ほんと感謝というお便り、この方はオートバイですね。いや、怖い。みちこさんからのお便りです。イギリスで自分の大きめのオートバイで走っていた時に渋滞のため、 えこれすり抜けをしていたのかな左側走行で追い抜きをしていたんです。追い抜きは右からが ああ正当なんですけれども急に大きなバンのお尻が出てきてそれと衝突してしまい自分は宙に舞い上がりそのまま気絶をしてしまいましたああだから事故の直後の意識がなかったようですね気がついたのは病院のベッドの上だったそうです手足は火の中にいるごとく焼けつくようで手足の感覚は一切なし体中が真っ青の内身だらけになってしまいましたその後 左側走行の追い抜きをしていても、相手からうちの弁護士を通じてヨーロッパ法にのっとり、当時のお金で10万ちょっとまあもらいましたけれどね、その後オートバイ歴5年で、この車体は売却をしたということになるんですかね。全損というわけではなかったんだけれども、 いやあ、すごいね、宙に舞い上がってしまったというですね、本当に体が助かっただけ、感謝ですよね、というお便りをいただきました。この方ね、イギリスにお住まいだったんですけれども、いやーこんなね、壮絶な体験、まあ皆さんされてるんだな、というお便りをいただいたわけで、今日のお話ね、改めてまとめをして参りましょう。事故に遭遇をしたならば、まずは救急と警察に連絡、これは鉄則ですよね。その上で保険会社に連絡をして、 まあ、あの、請求処理をね、賠償処理をしていくということなんでしょうけれども、教訓としてはですね、修理の質を優先するならば、まあ、自分の保険会社を選んでいくのが間違いないんじゃないかなという点になりますですけどね、まあ、僕の素人ながらの回答が合っているのかどうか気になるところでございます。ぜひ皆さんからのアドバイス、体験談もお寄せいただけるとありがたいなと思います。今日はもう実際ににに直近でで事故にあった方からえ過去にですねま もない大事故をしたりだとか相手が無保険だった場合だとかね保険会社が出し渋るまあいろんなケースありますけれどもまあ最後の最後は自分の体が助かっただけ感謝というですねまあこれまた教訓の一つを皆さんとシミュレーションしてさせてもらったわけですけれども今日のお話いかがでしたでしょうかぜひ冒頭でえまあ現在進行形で自己処理をされているんでしょうパピーアイズさんのえこの事案がですね あのうまく収束することを願いつつ今日の動画を作成させてもらいましたアメリカで車の事故に遭いましたというその後の処理のパターンについて今日は皆さんからの体験をまとめさせてもらいました本日の情報が興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした